部屋はダメ。あ、ニーニー。なんのことかな。クリスマスプレゼント？わぁ！ニーニーすごい！協力的！そうなんだよね。どんなのがいいかな？それがね、多分迷い猫だと思う。河原にいたの。外すっごく寒いし、一人ぼっちでかわいそうだから拾ってきちゃったんだ。ほら、見て見て、このお目目。すっごくかわいいでしょ。だよね、だよね。お腹空いてるのかな。ミャーミルクなんて出ないよ。あ、サエちゃんなら出るかもね。冗談だよ冗談。ニシシシシ。でもそんなに慌てなくてもいいじゃん。エッチなニーニーだよね、猫ちゃん。かわいい。そうだ、冷蔵庫に牛乳が。あ、ミアが全部飲んじゃったんだっけ。ん？どうしたの、ニーニー。なんで？どうして？そんなことあるわけないじゃん。聞いたことない。ニーニーはあるの？まったく、ニーニーはしょうもないことばっかり言って。それは。でも うん、それはもうわかってる。ミアが思わず連れて帰っちゃったけど、今頃お母さん猫が一生懸命探してるかもって。でも寒そうだったから。せっかくクリスマスなのに。本当はお母さん猫とお祝いのはずなのに。それなのにミャーが。ニーニー、どうしよう。いないね。
ニーニー、どうしよう。うん、頑張って探すね。ニーニー、いた？どうしよう。こんなに寒くなってきて。あ、雪だ。ニーニー、ダメだよ。こんなに寒くて雪まで降ってきて。死んじゃうよ。雪が積もって死んじゃうよ。じゃあこの子は？でもそれじゃあ、でもお家だと、あ、本当に？ありがとう、ありがとう、ニーニー。うん、わかってるよ。のうんちはミャーが片すよ。ちゃんとお掃除するよ。飛び出すんだもん。びっくりしちゃったよ。だけどニーニーが怪我したら、あ、そういえば子猫ちゃんもいない。あ、いたよ。よかった。え、猫ちゃんがお母さん猫を噛んでるよ。ダメダメ。お母さんは悪くないんだよ。悪いのはミャーなの。
甘神？そうなんだ。ほんとだね、甘神してる。そっかそっか。ニーニが言った通りだね。お母さん猫、一生懸命探してたんだよね。こんなに寒いのに。やっぱり家族は一緒が一番なんだね。再会できてよかった。探してたんだろうな。ね、ねえ、ニーニー、そのあのさ、ミャーも迷子になったら猫ちゃんみたく迷子になったら探してくれる？え？ニーニー、うん、ありがとう。そのまま、そのまま…とりゃー！ふんふんふん。あ！ミャーもニーニーに甘噛み！